二から三期とは、計算機科学におけるデータ構造で特に平行機に属する機構造の一種である。二から三期二から三期は口実する様に、要素の持ち方に関して文献によって違いがあるが、共通する定義としてという機構造である。二から三期は特に要素の持ち方に関しては、文献によって違いがあり、大きく分けて二つのパターンがある。一つは、 すべての葉は一つだけ要素を持ち、内部濃度のキーは要素とならないパターンである。もう一つは内部濃度のキー自体が要素であり、葉も二つの要素を持つことができるパターンである。後者のパターンは、特にオーダーを3にした B 機の操作と同様であり、このパターンを指して2分 B 機という呼び方をすることも、ある。この項でも便宜上、二から三期と呼ぶ場合は主に前者のパターンを指し、 後者のパターンは BB 期と呼ぶことにする。なお、前者のパターンの2から3期の場合、内部濃度のキーと一致した場合はどの子供を検索するかをあらかじめ決めておく必要がある。2から3期の検索は以下のように行われる。根を対象濃度として、検索を開始する検索対象の濃度が派であり、検索値と一致するなら検索成功として終了。 検索値と一致しないなら機に登録されていない。ものとして終了する検索対象の内部ノードのキーが一つの場合、検索値がキーより小さいなら左へ大きいなら右のノードを次の対象とする。検索対象の内部ノードのキーが二つの場合、検索値二つのキー、どちらよりも小さいなら左へ、片方のキーより大きく、もう片方、BB キーの場合はこれに、 内部濃度のキーに一致した場合に検索成功として返す処理が加わる。2から3機は根から浜での距離がすべて等しいため、要素数を N とすると検索に要する実行時間、2から3機、BB 機ともに O に比例する。2分探索技と異なりこの時間はデータの順序によって劣化することはない。要素の追加によって分割される、要素挿入の操作は2から3期の場合は、 具体的には以下のようになる。検索と同様の操作を行って、葉の一つ上の親を検索する。その親に挿入値を挿入する。もし、挿入値を挿入した場合に子供が3つになった場合は、親のキーを変更する。キーの値は一番左の子供の値と真ん中の子供の値になる。もし、挿入値を挿入して子供が4つになった場合は、親の濃度を 子供を2つ持つ濃度2つに分割する。分割した親濃度のキー及び分割の仕方は、挿入値と濃度の状態によって異なる二項の処理を、親の分割が行われなくなるまで繰り返す。BB 期の場合も、同様にまず葉の部分に追加要素を追加する。追加する位置に、すでに要素が2つにある場合は、中央値を取り、それを親とする2濃度を形成し、 根から葉のすべての距離が一致するように親の分割と回転を行うことで実装される。削除の処理は2から3期と BB 期でかなり異なる。2から3期の場合は、以下のようになる削除する要素を持つ親が3つの子供を持つ場合は、その要素を削除して、親のキーを更新する。削除値が、兄弟の中で最も大きい場合は、親のキーから削除値と同じキーを削除する。削除値が、 兄弟の中で真ん中の場合、親のキーから自分の値を削除して、右の兄弟を真ん中に移動する。一番左の場合は、真ん中の兄弟のキーを削除して、真ん中を左へ右を真ん中へ移動する。削除する要素を持つ親が二つの子供を持つ場合、親の兄弟を検索する。検索した親の兄弟が二つの子供を持つ場合は、親とその兄弟を、 三つの子供を持つ一つの親に併合する。三の操作で併合された場合、親のそのまた親の子供の数が2か3であることを確認し、一つである場合は2以降の処理を繰り返す。BB 期の場合はまず削除値を削除して、2から3期の条件を満たすかを判断する。もし削除値が二つの要素を持つ派なら、その値を削除するだけでよい。 それ以外の場合は削除後に親との中央値を算出し、もし子供が足りなくなったら親の兄弟と併合を繰り返すことで実装される。ありがとうございます。